なかなか中央政党レベルでのこう、まあ、端的に言うと立憲民主党と共産党との間の間で、はい、政権交代に関する協議がなかなか進まない中で、はい、政党の間に挟まれて、はい、私たちも動きがなかなか取れにくいというところがあったのですけれども、はいはい、まあ、しかし任期満了であってももう10月21日が来れば必ず選挙になるという状況の中、あるいはもっと早まるかもしれないという状況の中で、もうちょっと中央政党の動きを待っていては選挙運動に乗り遅れてしまう。山岸さんはもう動き出す、私たちはなんかぼーっとしているわけにはいかないので、それで山岸さんがこの練馬9区でただ一人の立憲野党の候補であるということはこれはっきりしている、共産党を出さないということははっきりしている。ですのでもうこの際ある種舵を切って、政党地域レベルでの政党のご理解は得ながらですけれども、もう政策協定に踏み切ろうと、それ以前もう半年間くらい口約束というか、口頭理解仮契約っていう期間があったのですけれども、もう本契約に行かなければならない、もう時間はないということで踏み切り、そして今回この集会があって、その集会に合わせて私たちも全面的に参加して企画も加わってやってまいったということでございます。この練馬から政治を変え未来を作るために山岸一生さんは政治活動を続けています。そんな山岸さんを応援しようと集まった区民や団体が政党の垣根を越えて練馬から一斉にチェンジの会という実行委員会を立ち上げ、本日の会を開催する運びとなりました。日本語憲法は成立から75年経ちますけれども、その中に書かれていることはもう素晴らしい事柄が多いんですね。困難事例は現場の方々が一番実感していることであり、日々の対応を行っています。今の政治に求められることを考えると、たくさんの状況を知っていただき、的確な情報の発信をしていただくことだと思っています。感染の減少に向かわせるためにの強力な措置や、その措置で生活が立ち行かなくなる人の保障、コロナにかかった人たちがきちんとした医療が受けられる体制、保健所機能の補い、感染症をきちんと見る公的な医療機関を改めて整備していくことも必要と考えます。もうズバリ何を望むのか、憲法を守る政治、憲法に沿った政治というものを望みたいというふうに思います。今の時代を何というふうに思うのかと、私の感じではですね、一つは禁酒法、息苦しい、すごく伸び伸びできない、やっぱりたまにはお酒を飲んでみんなでわーっと行きたいっていう、これができないというこういうところ、それからもう一つは自宅放置、感染者の自宅放置、自宅療養じゃありませんよ、自宅放置をする。でどうやって連絡取るんですか、病気の人がっていうね、そういうその現実的なことは全く考えられていない。やっぱりあとこの 1,2 週間でやっぱり起きていることは、これは僕自身も何件もやってますけども、その家がない、保険証がない、お金がないという状態でネットカフェにいるその若い人たちが高熱を出していて、で味覚がない、で保健センターに連絡しても具体的に対応していただけない、それでネットカフェで2週間もなってるわけです。でその公園におけるそのいろんな相談会、昔炊き出しだったんだけども、そういう現場で熱を出しているそのね、野宿している人たちが多数ね並ぶと。だけどもそれもどこの受け入れ先もなくて、例えばある支援団体の倉庫で寝るしかないと、こんな状況が起きています。私にとって大きな転機になったのが沖縄での仕事でありました。私は2013年から15年の間、沖縄の中で朝日新聞の記者をしていました。この時政権は安倍政権、いわゆる安倍一強と言われた時代、あまりに強権的な政治、強引な政治、現場の声を無視する政治、なんてひどいんだ日本の政治は。私は沖縄で本当に悲しい思いをいたしました。と同時に沖縄では翁長武さんが先頭に立って、この政治はおかしい、みんなで変えよう、そう言って声を上げられました。
すごいなと思ったんです。共産党さんから連合さん、あるいは自民党の一部の人まで全員集まってオール沖縄といううねりを作り上げて、尾長さんは沖縄の政治をお変えになった。私それ記者として見ていて、政治というのはすごい可能性があるんだな、そういうふうにも思ったんです。違いを乗り越え、手を携えて変えることができるんだ。政治に対する失望と希望、両方を学んだのが沖縄でした。練馬9区は2019年の立ち上げから政策協定の案を作ってきました。そして何度も何度も討議をしながら練り上げてきました。先日山岸一生さんと協定を結びました。10項目にわたるものなんですが、そのどれもが平和であること、命を大切にすること、人権を守ることにつながっています。お金をばらまいて国会議員になる人をこの9区から選ぶのではなくて、私たちの願いをまっすぐに国会に届ける、そういった方を練り9はこの9区から送り出していきたいと思います。練り9は山岸一生さんを信頼しています。そして大いに期待しています。私たちの願いを必ず国会に届けてくれる方だと信じています。皆さんとご一緒に政権チェンジのために向かっていきたいと思います。恐縮ですが応援のメッセージとさせていただきます。